このコーナーは椎名ちゃん出演者の椎名めぐみと北川風花、スタッフの越前定子の3人が秋田県内の飲食店を食べ歩きしながら街ブラします。今回も手作り家庭料理やお惣菜がいただけるアットホームなお店、ビル川商店にお邪魔します。うん、ね、ネギもいっぱい入っております。すごい。どれぐらいの辛さなんだろう。食べれるかな。よいしょ。ほろくだけ辛くはないとは思うんですけど。そうですか。はい、はい、分かりました。いただきます。はい、はい、では、うん、どうですか。うん、おいしい。えっ、おエビプリプリ。あ、エビ、お、あとからちょこっと、うわ、きますか。うん、ピリッとはきますけど、全然、うん、あの大丈夫な辛さでした。あ、おいしい。おいしいエビ。お、エビでかいっすね。うん、大きい。わあ。なんかね、自分で作ろうと思って買うときにね、あの縮む大きさを想定しないで、だいたいこれかなと思って買うと半分くらいに縮まるんですよ。で、エビのでこれ相当大きいあれだろうなんて。そうなんです。縮んじゃうからね。ちょっとケチるとね、これは大きいですね。うん、うわあ、嬉しいな。大きいエビも久しぶりですよっての。いきますよ。放送事故。ああ。毎回止まりますね。おいしい、おいしい。あ、トマト感とね。そう、なんか。トマト感が強い。うん、で、ちゃんとね、ネギもやっぱりめっちゃ効いてるっす。いや、そうですよね。うん、私、そのナポリタン食べた後だから、ちょっとトマトの味するのかなと思ったら。すごいね、トマト感っていうか、おいしい。酸味、ちょっとありますよね。うんうん、あらら。これトマト入ってるんですか？いや、ケチャップです。ケチャップか。はい。ケチャップの酸味ね。はい。あ、うまい。はぁ。ただそれ以外にいろいろ入っています。へぇ、香辛料。はい、みたいなのが。うん。はい、この味、いいですね。白ご飯欲しくなっちゃうよね。白ご飯。白ご飯。ソースがね、美味しいです。美味しい。うん。めちゃくちゃ入っています。あ、お酒。あ、なるほどな。ちょっとコクみたいな。そうかも。が出るんですね。タレがね、美味しくてね。うん。あ、うまい。美味しい。白いご飯もありますよ。うん、言えば何でも出してくれるので、あるものは何でも出しますので、実家みたい。実家みたい。言えば全部そう、はい、何もあるよ、食べてきなみたいなね。ちょっとこじらそうで全部こったつ、うん、すごい、すごいお店だ。うん、いや、でも美味しい。うわ、エビチリ絶品ですよ、これ。美味しいね。美味しい。なんだろう、今まで食べてるエビチリとちょっと違って、うんうん、フルーティーっていうんですか、これ、トマト感がある感じの、うん、美味しいです。え、もともとエビチリって、ケチャップって使うんですか。使うんです。あ、ケチャップなんですか。そうなんです。なんか私も食べてるエビチリって甘くて、うんうん、で、ケチャップ感って言えるよ。なんだろう、もう砂糖が多いんだ。そうそうそう、あ、とにかく甘い、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 甘い。次回も2人が梅物を堪能します。